散々ちょっと午前中アプローチやったんだけど、うん、なんか、うん、ネタがないっていうか、うん、あるんだけど、うん、もうほぼほぼもう当て感につながっちゃうから、うん、トール君やってみようか。俺が打つの？打つ打つ打つで寄せる。ああ。の方が、うん、面白い。面白いっていうかいいかもしれない。あ、そう。結局俺ばっか打ってるからいつも。まあそれはそうだよね。そういうチャンネルだから。あ、そっか。ちょっとじゃあやってよ。やる？俺やる？うん、やって。いや俺やるから。うん。それやって。じゃあ解説する動画でしょ。オッケー。よしやろう。あ、違う、そっからじゃない。うん。こんにちは、トールです。今日はですね。ロイヤルメドーゴルフクラブさん。ロイヤルメドーゴルフクラブさんをお迎えしてます、はい。ありがとうございます。はい。じゃあやっていきましょうか。どうぞ。トールのワンナップゴルフ。今日はな、アプローチですか。今日はね、こうアプローチの打ち方やります。わ、はい、かりました、はい。これでじゃあ皆さん寄るようになりますね。そう、はい、なります。ターゲットはあそこの目の前のこのターゲットですかね。うん、はい。はい。とりあえず打ってみればいい？どうぞどうぞ。弱いな。弱い。練習してんの？してない。なんか普通に打ててるけど。芝から打ったのこの前の広島が初でした。今回2回目。おろろろろろろ。広島も5球ぐらいしか打ってないもんね。そうだね、そうだね。5球目ぐらいだね、今人生で。もうちょっと強くなのかな。うん、もうちょっと強く。強すぎる。うん。わかんない、距離感が。オッケー、じゃあちょっとトール君構えてもらっていいですか。はいはい。構えてもらって。うん、向きが違う。このクラブ、この向きに、うん、もうちょいトルク左向いた方がいい。左、うん、こう、こっち、もうちょい、こっち、そう、もうちょい、そう、そこで、うん、このクラブに違和感ない位置にトルク移動してもらっていい？はい。そう、で、もうちょっと左向いて。左、うん、そう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 、はい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 、そう、それでもうちょっと近く立って、そう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 、打てばいい。うん、そう、おー、まああれ、まあ普通にコンペとかでやったら、うん、ナイスアプローチって言われる。そう言われる、うん、言われる。そうなんだ、うん、向きが難しいんだ、ね、そう、向きが難しい。カニ歩きして生活してんだったら超簡単なの、アドレスって、うん、もうちょいクラブ起こそうか。そう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 、いい、そう、あ出ました、ゴルフの9割振り遅れでございますそう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 、いいよいいよいいよ、全然いいよ。腕とクラブの角度変えないで、うん、右と左にゆっくり動いてみて、飛ばなくていいから。飛ばなくていいから、うん、そう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 、そうで、全体的にもうちょっと力感入れてみて、体に、体と腕とグリップと、ほんと全体的にもうちょっとね、うん、もうちょっとクラブ起こそうか。そうそうそう、でもうちょっとフェース右向けて、そう、それでまっすぐ、いや結構このこんなに手前なってこと？そう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 、あ、そうなの？そう、アプローチはね。そうなんだ。そう、アプローチは、アプローチは、はいはいはい、そうで、その右腕とクラブのこの角度あるでしょ、うん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 、この角度を変えないで振ってみて、今のでね、ちょっと伸びてんでね。伸びちゃう。うん。そう。これに当たんないように振ってみて。そう。あ、今ダメだ。変えないで。そう、今の、今の、今の。もう一回上から下のイメージ。上から下？上に上げて、下に下ろす。下？そう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 。下に向かわせる、ヘッドを。はいはいはい。そう、もっと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 。もっとざっ当たるイメージは、うん、当たるイメージは、うん、こういうイメージで当たるようなイメージ。ほんのちょっと、ほんのちょっとよ。ほんのちょっと。うん。今の上から上なんでね。上から上。上から上に振ってる。上から下に振る。え、ここをこうザクってなる感じ。ザクってやって、全部芝剥がして。そう、今のに近い。今のに近い。これトゥーマッチね。うんうんうん。うんうんうん、それで打ってみて、今ので。今ので。うん。もうちょいボール右でいいよ。右？うん。そう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 。で、クラブ起こして、もうちょっと。そう。で、今ので。今の。あれ、上から上。上から上？そう。
全然それが分かんねえな。そのあれが。もうトップ作ってみて、トップ作ってみて、トップ作ってみて。そっからゆっくり下ろしてきて、ゆっくり手移動させて、手移動させて、左に移動させて、そう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 、それだと下に向かうのよ。はいはい、そうそうそう。でこれが、うん、こっからこうやってなりすぎると、うん、ヘッドがこうやって落ちるでしょ、うん、こうやって落ちるじゃん、うんうん、そうそうなってくるとこのままこうやってヘッドが上に行っちゃうの、こうやって、そうそうするとトップ出るから、俺巻いちゃうから、うん、こうなっちゃうんだ、そう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 、少しそれがやりすぎると歯が出るから、なるほど、そう難しいな、もうちょいクラブ起こして、そうそうそう、どうすればいいんだ、これでスタンスラインが、うん、ここでしょ、うん、スタンスラインがこのラインで、このラインに対してフェースが今この向き向いてるでしょ、うん、そうってことは、うん、パラレルじゃないじゃない、うんうん、そうこれがフェースがここ向かなきゃいけないんだよね、アドレスと同じ向き向かなきゃいけない、うん、そうでこれだとターゲットに対して右向いてるでしょ、向いてる、だからそれを左向かせる全部、あ、そういうこと、そういうことで、このスパイクの先端あるでしょ、うん、このつま先の先端のラインにフェースが、うん、こうまっすぐ、そうこれで全部がまっすぐ、あ、こうやって向けんだ、そうでそれがもう向いてる答えだから、うん、そこから角度が全て変わんなかったらまっすぐ飛ぶっていう原理じゃない、うん、そういう振り方をちょっとしてみて、うん、そこ飛ぶよね、まっすぐね、どことか、うん、あれで力、ね、そうクラブがプラプラしてる分トップしちゃうの、うん、そうなんだ、そう変えないんだ、ちょっとこう張り感、手元に張り感持たせてもう一回打ってみて、クラブをこうだらしなくしないイメージに、ピッピッって動くような感じ、ゆっくりでもいいから、ピッピ、うん、そうなるよね、いい球出るよね、あれいいの、あれいい、フェースに乗ってるから、ちゃんとあれが巻いてるから球が浮いちゃってるだけで、ちゃんと構えた58度でポンって当ててあげればいい、今の65度ぐらいで当たってるのよ、もっと肩を回した方がいいの、そう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 、手使ってもいいんだけど、うん、フェースが管理できるんだったら手使っても大丈夫、あれ今手で送ってるでしょ、うん、あれを上半身の面でこうやって送ってあげる、はいはい、うん、はい、だ手元はそのまま動かさなくてもいいぐらいのイメージ、こうだ、そうそうそう、イメージはね、そう、ダメだ、難しいな、教わると難しいなもうちょっと起こして、もうちょっと起こして、そう変えないんでね、そうそうです、そうです。これめっちゃうまい。これうまいね。うん。これはうまい。そう。あれを結局ミスしても、ゴルフやめるまでに何球打つかなんだよね、練習するか。結局今ので、あ、こういう感じなんだっていうのはわかるじゃない？わかる。で、そっから改めて打ち方はこういう感じかなって、どん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 自分で練習して掴んでいくだけだから。そう、だからまずそこで構えた時にフェース面がターゲット向くことが難しいじゃない、まず。そうだね。わかんないから。わかんない。うん、印がないからさ。もうちょい右だね、全体的に。そう、そこでボールもっと右。そこです。めっちゃうまい。めっちゃうまい。めっちゃうまい。そういうこと。そういうことだ、ね。そういうこと。ちょっと時間早すぎたね。できる、ね、できる時間が動画じゃなくなっちゃう、なんかやらせっぽいからまあ今全部だけどね、もうあの変なとこに行ってるのかいい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 よいいよ、ね、そうだからちゃんとその動きを理解すると、うん、ああいう風にこうできてくるから、そう焦らずやった方がいい、これがねさっきよりクラブがタラーンとしてるの、タラーンとしてる、そう難しいな、それがブラ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 しちゃってる、させてないつもりなんだけど、そうなのそうなのそうなの、なっちゃうの、うん、そういうもんなの、そうなの、でもあれでしょ、生卵潰すなって言うでしょ、そういうことが起こっちゃうのだから、全然もうだってもうあの今握ってるからちょっともう疲れてるから、うん、そうでしょそうでしょ、そうここが、そうでプラプラにするんだったらこうやってあげて、うん、こうやってちゃんとタイミングよくポンって出してあげればいいの、インパクトに、それはできなさそうだな、リズムリズムリズム、そう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 、そうやってやるかどっちか、あ、少なからず絶対リストは使うから、それをインパクトのタイミング、体の回転と相談してちゃんとドンって出てるかどうか、うん、まずはでもこの体肩が回る方が、そう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 、すごい綺麗だけどね、なんかこっちの方が初めはやりやすいかもしれないね、ちょっと今のもう一回やって、俺今の結構好きなんだよね動きが、それ
その右肩と右膝の送り方はやれって言ってもできないから。なんで？だからまあ言っちゃえばセンスっていうか、そのイメージが出てる人しかできないから。あ、そう。そう、イメージ出てるから。あ、いい。じゃあいい。じゃあいい。ちょっとトルク逆行ってみようか。今ね、うん、箱持ってった方がいい。あ、そうだね。あれでしょ、ワンナップゴルフだから、あの、拾う。当たり前じゃん。当たり前じゃん。意外とできてる。人生初スッキリだけど、意外と救えた。危なかった今。ちっとった。そう救えたらもう話にならないから、もう。そうするとなんか誰でもできんじゃないかみたいな。そうそう。難しいな、難しいね。難しいね。難しいけど、ちょっとできそうだったの、うん、初めてやってる、ね。面白い。いやでもああやって寄ってくると面白いでしょ、アプローチって。面白い。そうだから、あの、結構練習の中で意外と面白いな、アプローチって。そうだね、うん、そう、あのね、結構そのプラッとしてるつもりなくても、はい、クラブって大体 500g400g 後半とかが遠心力がかかるとすごい重さになるのよ。それでプランってやらされちゃうんだよね。そうなんだ。今ので打ってみて、今ので打ってみて、まんま、まんま、まんま、惜しい。できなかったんだよね、それが。ボールの下にザクってやっちゃってもいいから、練習だから、うん、ボールの下にちゃんとこうヘッドを滑り込まして、うまい、めっちゃうまい。飛ばないね。飛ばないでしょ、うん、飛ばない。そう、もっと飛んじゃう感じするけど。あ、飛ばない。あれ、でもあれぐらいちゃんとボールの下にヘッドが入り込ませれば、ちゃんといい球出んのよ。そうなんだね。うん。飛ばなくなっちゃった。そう、あれはなんでだと思う？あれはね、右肩が遅れてれば大丈夫。あ、そうなんだ。そう、体、上半身を、スピードいらないから上半身ちゃんとピン向けてみて。最後？うん。もうちょっと近くだとか。そうそうそう。いいよいいよ。ちょっとプラったね。プラった。うん。いいよ。全然いいよ。いいよね。全然いいよ。初めてだから、ね。そうだよ。ちゃんとやるの。うん。これ飛んじゃったけど意外といい動きなんだよね。あ、そうなんだ。うん。力加減の話？そう。難しいよね。本当に右手の角度と向きを変えないで打ってあげる感じ。だからその今右手の向きあるじゃん、うん、その向きのままターゲットに出していく感じなんでね。そのまま出す。そうそう。そっか、その、この後もこうしないってこと。そう。なるほど。それプラプラになっちゃうから。なるほど。そうそう。そうか。トップ作ってみて。そう、そっから腕の位置変えないで、上半身だけ回ってみて。そういうこと、そういうイメージがあった方がいい。うん。そういうこと。そう。今の結構正解に近い。あ、そうなんだ。うん、あれでちゃんと入れば。そう。そういうことね。そういうことですね。これも完璧ですよ。完璧です。あれ、いいの打てた時ってちゃんとこう。なってるでしょ。さっきのイメージ出てる時と同じ形になるんだ。なる。結果として。そう。だから先にそこ作っちゃうの。なるほどね。うん。いやー、難しいよ。まあ、2回目だからね。そう。いい方だと思うよ。とにかくフェイス面だったり、こう、そう、動きが、あの、角度が変わっちゃう部分を変えないイメージ。うまい。そう。あれで向きが合ってれば行くのね、うん、こっちの。で、あの、今これ見ていただいてる方、お気づきの方いると思うんですけども、トールくんのいいところ、急がない。
急がない、これ大事。自信なくなったり怖くなると急ぐからね。こんなゆっくり最初から打てる人ってあんまいないからね。嘘でしょ。いや本当だよ、これ大げさ抜きで。こんなにこうダウンスイングとバックスイングとダウンスイングがスピード変わんない。あそう、うん、だから俺レッスンで上げるスピードと下ろすスピード変えないでねってもう口にタコができるから言ってるから。あそう、そうだからそれを言わなくていいっていうのはもういい、嬉しい。全然散らばってるな、いつも自分が撮影してるね。そりゃそうか、これで一緒だったら何なのってなっちゃうもんね。そう、俺じゃなくていい。ワンナップゴルフ。そうか、そうだって理論トール君知ってて結果が一緒なんだったら俺じゃなくていいから。そうそうなんですよね。これじゃなきゃダメなの。あそう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 、2回目なんだ、ね、そうなの、俺たちも楽になっちゃうから。そうだ、そうこれよかった、よかった。いやでも本当にいいっすわ。ということで、ね、今日は、うん、ちょっともう一回向こう行こうか。、うん、これでも、うん、やっぱりなんだかんだ、うん、この平井が打つと、うん、まあそりゃそうだよね、寄るよねってなっちゃうから、だから徹くんが打ってみたらどうなるのかっていうのが、こんな感じですね。そう俺もね結構だって集中的にこんなまとまって打ったのないじゃん。ない。だから人生で初めて。そうでしょう、そうでしょう。帰ってまいりました。ワンナップゴルフ。だからこれさっきプラプラって言ってたのは、うん、ここでこう構えて、うん、こうやってこうクラブがなっちゃう。今のまあうまく拾ったけど、これ例えばちょっとでも歯が浮いたらもうこうやってトップしたんだよね。うん、そう。だから。体の動きに対してもうこうやって固めといて、こうやって動けた方がいいんだよね。そのまま固定したまんまこういう風に動けた方がいい。入ってるんだよ。入ってるんですよ。うわすごいね。でもあのスピード感と当て感、クラブにクラブがボールに当たるスピードを変えてないからずっと同じ球は出る。うん、あって。ずっとできる。変わんないのがすごいな。変わっちゃうもんな。ただこれもう本当にこういうグリップ、うん、これぐらいのグリップでも、うん、こうやって全然普通には打てんのよ。結局ちゃんとクラブを戻してるだけだからね。本当にこうやって入っちゃう。全然入っちゃうから。そうだ、フェイスがどこ向いてるかが分かってるだけだから。お、雨。そう、こういう風に。そうなんで今回トール君に打ってもらいました、実際に。なんでまあ難しいっていう動画見ててもトール君自身も分かってるんですけど、でも実際やってみるとどう難しいのかって、でどうミスが出るかっていうのがもうトール君も多分分かってくれたと思うんで、これからちょっと説明の仕方も多分トール君も変わってくると思うんで、ぜひ今後のワンナップゴルフも期待してください。で今回アプローチ動画ですね、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。俺もそれ問いたい。あトール君、じゃあ最後ちょっと寄せて終わりにしましょうか。お、景気いいっすね。ケーキ、そういうことですね、そういうことですね、今のいい。そうでは今回はですね、アプローチの動画を撮ってきました。はい、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。いいね。チャンネル登録してね。ちょっとあのトロ君に秘密特訓をしたんで、そうちょっと打ってみましょうか。いいね。いいね。いい。いい。よくなった？うん。全然いいから。もう、あとは打ち方とかじゃなくて、うん、もう強弱だから。ターゲットに対しての。力の。うん。
そう、そう。同じ球出るじゃん。ってことは同じ動きしてんだよ。ああ、そうなんだ。うん。できるようになったってこと？いやいやいや、全然いい。これはもう100点ですよ。めっちゃいいから。まあ高いですけどね。高い。高いですよ。払うの？そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。俺も払うの。もう今のなんか感触いいでしょ。いい。ね。入った。そうだよね。全然違うよ。いやいい。あれフックラインなんでちょっとピンのじゃあ右狙ってみましょうか。こことそう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 。もっともっと近く。でもっとフェース開いて。そう。でちょっとクラブ左に傾けようか。ハンドファースト。そう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 。でその形のまま動く。うまーい。うまい。そう。で例えばこれで今なんとなくアプローチはこれぐらいの力とか大きさで振ってるじゃない、うん、あれでターゲットまでじゃあ距離が今弦に足らないとします、うん、って言ったらそこでじゃあ初めて今58度なんだけど例えば52にしたりそう自分を変えないでロフトを変えてターゲットまで届かせるっていう方法も全然ある。これと同じ振りっこ。そう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 。全然普通に打ててるけどね。届かないんだね。でもこれこのぐらいだと。そうであれでなるべくほんのちょっとだけスピード速くして、うん、で大きさを大きくする。そうそういうそういう意識を持って距離感を調節するっていうことを行動に移してあげるだけで変わってくる。もうちょっと近く立った方がいいね。そうそうそういうことそういうことそういうこと。そうすると達するでしょ。そうだね。うん。届くでしょ、うん、いいわワンナップゴルフのレッツなんだありゃそうだね左を向き切る感じだね全体的にそうそうそうそれに近い今のに近いうん最高最高でございます15分ぐらいちょっとカメラ切って練習を特訓しましたけどもまあたった15分でもこれだけこう前のねアプローチとこう結果が変わるっていうのがやっぱりこうちゃんとしたボールの位置だったり振り方っていうので変わってくると思いますので皆さん諦めずにアプローチトライしてみてくださいではですね今回はアプローチの動画を撮ってきました、はい、気に入っていただけましたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いします、はい、最後までご視聴ありがとうございましたこの度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いします。